えー、今日はですね、えー、リフレックス、あの、抗精神薬、抗うつ薬のリフレックス、または、えー、ビルタザピンと言いますけれども、こちらを、えー、弾薬している途中なんですが、あの、その経過を話していこうと思います。えー、元々ですね、あの、リフレックスを約4年間飲み続けておりまして、まあ、今回ですね、引っ越しを機に病院を変わることになって、で、まあ、新入大学の先生が、まあ、 この木ですね、目数を減らすと、えー、やめるという方向でいいのではないかという話をいただきまして、あのー、今回、弾薬する動きになりました。で、私ですね、これまでずっと、あのー、半錠えー、飲んでいたんですけれども、えー、これを1週間だけ、えー、0.4分の1錠か、四分の一錠に、えー、変えまして、で、それからもう弾薬というようになりました。で、えー、弾薬してですね、 一週間は何事もありませんでした。あの、もう食欲もありまして、えー、気持ちも軽快だったんですけれども、一、えー、週間経ってからですね、えー、食欲不振と、まあ、吐き気ですよね、に近いものがありまして、えーまあ、何をしていても気持ちが悪いと。で、お腹もすかないと。食べれないと。で、体重が減ったりしてきています。 で、えー、弾薬して1週間が経って症状が出てきて、今はそのもう1週間後なんですよね。で、まあ一般的にですね、離脱症状っていうのはと2週間ぐらい続くのではないかというふうに言われているんですけれども、えぇ、ー、離脱症状が出てきてから今で1週間目という状態です。で、体の状態をと言いますと、あのー、ピークの時から比べればマシになってきてはいます。あのー、離脱症状はなくなってきています。 で、あともう一きかなっていう感じなんですけれども、えー、まあ、これもよく言われますけども、シ脱症ではきついと、えー。確かにきつかったですね。あのー、まあ、こういう説明がですね、あのー、薬を処方するときに、まあ、最初にですね、えー、言ってもらえればなと。まあ、言ったら多分誰も飲まないから言わないんかもしれませんけども、言ってほしかったなっていう気はしますね。まあ、ただ1週間経ってだいぶ楽になってきてますので、 あの、別にこれずっと続くわけではないですので、えー、まあ、まあ、薬を再開するということも考えたんですけども、まあ、ここでね、再開しちゃったら次またやめるとき大変なんで、まあ、あの、このままですね、ええー、リーダー症で亡なくなってくれれば、まそれでおしまいなんで、よかったかなと思います。まあ、あくまでですね、あの、これは私の個人的な体験談ですので、あの、皆さん一人一人、えー、症状だとか、 状態違うと思いますので、お医者さんと相談しながらですね、あの薬を減らすっていうのは決めていただければいいかなと思います。以上です。